下関条約。下関条約は、日清戦争で、日本が深刻に戦勝したことにより、1895年4月17日に、下関の春潘楼での講和会議を経て調印された条約である。正式名称は、日清講和条約。会議が開かれた山口県の赤間が関市、原下関市の通称だった、馬鹿をとって、一般には、 馬官条約と呼ばれた。下関条約は、日本で戦後定着した故障である。もう一方の当事国である中国では、現在でも、という。開港開始の規定などについては、英仏などの欧米列強はすでに最恵国待遇を得ていたので、日本も同じ恩恵に預かることができた。なお賠償金のテール、量は、1テールイコール、37. 3 7 3ムで2億両。 746万キログラム相当の銀払いだった。その後の三国干渉による、両党半島の代償の3000万両、111.9万キログラムを上乗せして、合計857.9万キログラム。現在価値、2011.4か。中銀取引相場価格で、銀1キログラムが12万円程度なので、1兆294億円前後。当時価格で、 日本の国家予算8000万円の4倍強の3億6000万円前後、現在の43兆円前後となり、当時の国家予算の4倍であることから、日本の現在の国家予算を年100兆円と考えると400兆円前後にある以上の銀を、日本は新国に対して3年分割で、A ポンド金貨で支払わせた。日本はこれを財源として、 長年の悲願だった金本位制への復帰を遂げた。一方賠償金の支払いは新国にとって大きな負担になり、新国はさらに弱体化した。陸津宗光が後に記した権権録によれば、交渉は以下のように進んだと記されている。1894年、明治27年11月上旬から、米、英、ロが朝廷のための圧戦を開始する。 しかし12月4日、伊藤博文内閣は、異界へをつき、台湾を略すべき法略を大本営に提出。実際に、台湾を占領しなければ、世論に応え、台湾の上与和平条約の要件として盛り込む、ことはできないと確認した。1895年、明治28年1月31日、申告施設の超影間と、省友連が講和のために、 広島に到着したが、陸奥宗光は、翌2月1日の会談において、両者の持っている所簡は、全権委任状ではなく、地位についても、不十分なので、講和を結ぶことができないとした。伊藤博文は新国施設団の随員ご邸香るに、李公商家、安志新郎を全権大使として求め、第一回の施設団は2月12日、長崎を離れ帰国した。 3月19日、全県大臣のり交渉とお祈り警報が下関に到着。翌20日、全県委任状を持っていることをお互いに確認。同地の割烹旅館、春判郎で講和会議が始まる。清川側はまず休戦を求めるが、21日、日本側は徹底した情報を要求した。条件提示したので休戦は先延ばしとなった。日、日本側は、 不評一個旅団を、台湾東西方の宝庫諸島に上陸させた。二十四日、新国側は、急戦よりも、講和条約の締結を望み、条約の条項に、他国の干渉を招くような項目を控えるように、望んだ。この会談の基とに、李工省は、小山と与太郎に襲われ負傷する。これによって、各国の同情が真に集まることとなり、 旧戦の先延ばしが困難になる。28日、日本側は旧戦条約の草案を清川に提示するが、台湾、方古列島及びその付近において、交戦に従事するところの遠征軍を除くほかなどという文面を清川が訂正を求める。日本側は、日清両帝国政府は、西京省、直令省、三島省地方にありて、 下に記するところの条項二十肥料国海陸軍の休戦を約すという文面に変更し、30日に休戦条約が締結される。4月1日、講和条約の草案を日本側が提示する。5日、清志側は草案について以下のような修正を望む。1、朝鮮の独立については、清志側だけでなく両国が認めるという形に訂正すること、 割上地は全面拒否。3. 賠償金の大幅な減額。4. 開口場所の見直した。8日から負傷した李交賞に加えて李慶報が金査全権大臣として交渉の席に就く。9日の清川による訂正案は 1. 前回と同様。2. 割上地は法天省内の安藤県、広志治県、法國県、久喜和州。 コレ列島に止め、台湾を除くこと、三、賠償金は無利子の一億両補化などが出された。10日、道の区は、一、朝鮮については、訂正を許さず、二、台湾は、絶対の条件だということ、三、賠償金は二億両、四、新規開口の数は、減らすなどの訂正案を提示し、これについて、受諾かどうかのみを問うた。日吉側は、二、台湾は、 武力で占領されたものではないので受け入れ不可。法典省内も栄光を除くこと。三、さらなる賠償金の減額を求めた。十一日にも、清志側は重ねて、二、台湾の除外と。三、賠償金のさらなる減額を求めたが、日本側はこれを退けた。十五日、活情地の微細な変更や支払いの方法等の調整がなされ、十七日に講和条約が結ばれた。 1937年、日清講和記念館が、春漢老の敷地内に設置された。館内には会議の様子が再現されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。